Nice. きょうの調子くん裏、はい、どうもネコマンチャンネルです。それ第5回お考え結果見ていきましょう。さあ、第宮西、古いな、これ。いつの宮西だ、これ。はうわ、パワヒマンチューだ、これ。はい、誰。はい、ということで結果はこんな感じでした。まあ期待しすぎだよね。ということで、提出選手の方を発表していきたいと思います。まずは同チームから。同チームはね、まあここは行ってもらうしかないよね。はい、最後なんでね、派手に行こうぜ。伊藤ひろみちゃん行きます。ほんで、ランダムかな。ランダムボックス、いや参ったな、どうしよっか。ランダムか、やりましたかな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 、使ってるんだよな。堀江選手行きます。はい、堀江選手いきます。大事にしてやってください。で、最後2022交換ボックスは、うん、まあここはね、はい、西勇輝選手で行かせていただきます。どうぞ阪神重戦の方ぶち抜いちゃってください、西勇輝選手で。猫マンはこんな感じです。お願いします。最後ので堀江さん出しました。大事にしてやってください。プロスピ界最強打者おばんどうさんはね、バントだってお手の物。おばんどうがおバント、みんな大好きスクラッチチャンス、ゴールドさん、ゴールド、おゴールド、ラッキー、イエーイ。 S 契約書聞いた、ふぅ。早速いっちゃいマッチング、はい、早速いっちゃいマッチング。 S ラン契約書、はい、こい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 、誰誰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 誰、川越シェフ。はい、ということでね、ミキサーまた行きますね。どうせ許してくれないからね、こんなんで終わるのはね、許してくれないんでね。はい、ちょい圧縮かけて松本剛選手とね、野村勇輝選手をね狙ってミキサーしていきたいと思います。まあコンちゃんが出てもいいかな。はい、コンちゃんが出てもいいかなと思ってるけどね。ミキサー行ってみたい。まあこれがね、いいゲームだなと思います。はい、もう帰ってきたー。